タッキーです、火曜日と、土曜日のハウスのグラスを担当させてもらってます、柔道整復師の資格持ってます。あと曲も作ってます。 iTunes どうぞ。はい。クラスの流れは、最初にストレッチをします。でその後に、体幹のちょっと筋トレみたいなことやりますね、ちょっと苦しいですが。でその後にちょっとリズムトレーニングをして、今日のテーマとかがあって、まあ、リズムだったらリズムやります。でそれもまあ首だったら首とかで、まあ、そんな感じで、基本から始めてって、最後は少し形にできるような感じにします。まあ、ただ振り付けとかルーティンではないんで、まあ、そういう要素を持って帰ってもらったら伸びると思いますね。はい、この1本前に俺さ、はい、やだやだチャンピオン。自分のクラスで大切にしていることは、ただステップを踏む、ハウスはステップ踏むだけじゃなくて、まあ、そこにどういうシルエットがあって、どういうリズムの使い方があってとか、どういうボディコントロールをしてとか、そういう要素の部分がやっぱ大きいんで、まあ、そういうのがないとなかなかハウスのステップをそのままダウンだったらダウンで踏んでもあんまかっこよくならないんで、あと手の使い方とかですね、まあ、そういうのをちょっと重点的にやってってますね。あとはまあ、ステップもやるんですけど、まあ、それについての、昔のカルチャーだったりっていうのもたまに、踏まえてレッスンは行ってる感じですね。はい、火曜日のクラスは、まあ、ベーシッククラスなんで、まあ、本当に基本的なステップからリズムから、体の使い方からゆっくり丁寧に教えていって、まあ、最終的には少し形にできるような、感じでやってます。で、土曜日のレッスンは、まあ、ハウスのちょっと難しいレッスンになるんですけど、リズムとかボディコントロールの要素をもうバンバン入れていって、より実践で使えたりとか、実践現場で振り付けの時に使えたりとか、まあ、ちょっとこう理解できてないとちょっと難しい部分なことをもう結構なスピードで入れていっちゃうんで、まあ、でもできる人にとっては楽しいと思います。ハウスの魅力、まず、BPM がちょっと早いんですけど、他のダンス、ストリートダンスに比べて、まあ、でもやっぱりそのちょっと高揚感があるとか、まあ、幸せな気分になるとか、まあ、そういうとこも含めて、曲聴いてるだけでもなんか、いろんな種類の曲はあるけど楽しいですね。あとはハウスダンスの魅力としたら、やっぱりちょっとおしゃれで流れがあってかっこいいみたいなところも昔からの流れであるんで、まあ、自分が最初に見た時の衝撃はやっぱそういうとこにあったんで、その曲とステップのマッチした時の感じがすごいやっぱかっこいいんで、まあ、それが魅力の一つかなと思いますね。あとはハウスのカルチャー的なこと言えば、まあ、いろんなダンスを取り入れて、やっぱそれをハウスに混ぜていく、ハウスの曲に乗せて踊っていくっていうのがすごい醍醐味なんで、本当に他のダンスもそうですけど、ハウスもより自由な感覚で、やれるダンスになるんで、まあ、ただやっぱり要素は難しいんですけど、まあ、そういう広がりを見せれるダンスなんで、まあ、今後ももっと広がるだろうし、本当にやってて面白いです。はい。